はいどうも、はしりおいチャンネルです。今日はですね、12月1日ということで、また新たなプレゼント企画を発表していきます。今回はですね、12月1日ということで、まあ、12月が始まる。12月といえばクリスマスと年末ですね。まあ、クリスマスといったら皆さん、どんなものを想像するでしょうか。やっぱりクリスマスっていうと、雪っていうイメージがありますので、今回ちょっとグローブをオーダーしてみました。それがサムネイルにある通り、こちらです。グラブワークスのキャッチャーミットの真っ白。どうでしょうこれ皆さん。グラブワークス、自分以前にミットを紹介しましたね。ミットを自分オーダーしたんですけど、M 級にフィットするというか、公式用なんですけど、実際この M 級にちょうどいいぐらいの感じでですね、結構これ自分気に入りました。で、そのグラブワークスを結構オーダーしたいという方が結構コメント欄で多くてですね、まあ自分も結構これ海外のあれなんで頻繁に頼んではなかったんですけど、今回ちょっとクリスマスっていうのもあって、ちょっとクリスマスっぽいのを作ってみたいなと思いまして、この真っ白のグラブワークスのミットをオーダーしちゃいました。で、完全未使用ですね。で、今回はこちらをプレゼント企画にしようかなと思います。で、真っ白のキャッチャーミットって結構汚れやすいとか皆さん思うと思うんで、なかなかオーダーしないと思うんですよ。かつその学生野球でも使えないんで、なかなかその真っ白のグローブをオーダーしようってならないと思うんですけど、まあ自分もですね、そのプレゼント企画ってやっぱり欲しいけど買うのはちょっとなーっていう感じのやつをプレゼントしたいなと思ってまして、まさにこれじゃないかなと。白のキャッチャーミット、バッチリ目立ちますよね。これ使ってたら一発で目立つようなキャッチャーミットを作っちゃいました。で、こちらをですね、今月の12月分のプレゼント企画にしようかなと思います。サイズはですね、一番小さい一般の大人のサイズで一番ちっちゃいこれと同じ33インチですね。まあかなり小さめでコンパクトで、普通に内野手とかがキャッチボールで使う分にも全然コンパクトで使いやすい大きさとなっております。はい、こんな感じのですね、ここちょっと刺繍入ってるんですけど、まあグラブワークスのワッペンと、あとこの刺繍が入ってて、補給面も本当に真っ白、めっちゃ目立ちますよねこれ。はい、というわけでこちらが一つ目のプレゼント企画です。で、2つ目がこれですね、自分はちょっと昨日スポーツデポで買ってきました。今までは何々を出しますとこうなんか物を見せてたんですけど、今回ちょっとクリスマスということで開けて分かるっていう、クリスマスプレゼントっぽいやつですね。で、中身はだいたい多分7000円ぐらいですかね、7000円ぐらいのものが入っております。はい、で、まあこんな感じですね。で、これもですね、さっき話したように、買うのはちょっとあれだけど、もらったら嬉しいなってやつにしました。これ実際1時間ぐらい悩んでまして、昨日スポーツデポ行ってきたんですけど、これを買ってきましたので、こちらはですね、ちょっと中身とかあんまり言わずに、2点目にします。はい、というわけで、今月はこちらの白のグラブワークスの雪を連想させるキャッチャーミートと、あとはクリスマスっぽい感じの中身がわからないものになっております。今月はですね、結構いつもと違う感じで、まあ、クリスマスっぽくしましたので、皆様どしどしご応募ください。プレゼント企画の応募方法は、まず1つ目がこの走るおいチャンネルウィズゴリスポをチャンネル登録すること、そして2つ目が12月中の動画にコメントをすること、で、この2つで月末にまた自分らがランダムで決定させてもらいます。ぜひですね、皆様どしどしコメントしてください。動画は毎日アップしていくので引き続きよろしくお願いします。で、12月はですね、冬休みも入りますので、ちょっとまた今までできなかった企画とか、まあこれまでとはちょっと違うことも少しずつできていくかなっていう感じなんで、12月の冬休み、年末年始ありますけど、皆様ぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。はい、また他にもですね、紹介してほしいメーカーとか、あとは野球道具とかありましたら下のコメント欄にお願いします。それでは、今日の動画はこちらのプレゼント企画の発表でした。今日の走るおいチャンネルは以上です。おいでしょ。あと言わせるさんですけど、この袋もつけますのでよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、12月のプレゼント企画です。こちらグラブワークスの公式キャッチャーミット、こちらは冬をイメージして真っ白なものを作っていました。こちらを1名様にプレゼントします。ラベルだけ水色で輝いております。続いてこちら、クリスマスプレゼントです。中身は開けてからのお楽しみです。このプレゼントの応募方法は、チャンネル登録とコメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。ありがとうございました。